はい、どうも、スカイチストイックな怠け者、てっけてっけです。はい、そして、新しくガチャに並んだ、エンテイちゃんですね。月半ばへ回る、最近強いんで、ちょっと心して見ていきますか。で、今回の動画に関しては、私もまだスキル見ていないので、初見リアクション動画ということで、みんなと一緒に初めて、このエンテイちゃんのスキルを見ながら、なるべく初心者にもわかりやすく、用語の説明なんかも噛み砕いてしながら話していきますので、はい、で、その後、今日、実際にこのエンテイちゃんを投用して、挙動確認なんかをした上で、まあ、より深掘った検証分析動画ですね。なんかも、分析前編動画だったり後編動画、そして、デッキ戦だったりタイマン戦の映像なんかも収録していく予定ですので、まあ、長丁場になりますが一日お付き合いいただけると嬉しいです。さあ特製いきますか。はい、まず奥義ですね。まあ、18課金向けの奥義収集ですね。これは無備課金の方はスルーで OK です。で、専属武器、回避レベかけ280の敏将レベかけ280、まあ、弓将にとって重要なパラメーターが専属武器に来てますね。まあ、なんでちょっと無備課金目線だと武器もしっかり作らなきゃいけないので、ちょっとコストかかるかなっていう印象。はい、からスキルどうか見ていきますか。さあ、アクティブスキルちょっと文章量少なそうで、ちょっとあっさりした感じに見えますが、パッシブから見ていきますか。はい、まず1覚醒で攻撃力プラス 65% と敏将レベかけ360。あ、敏将ここでも上がってる。あれ結構敏将高いキャラになりますね。専属武器で280もらってて、ここで360なんで、はい、合わせて640になりますね。はい、こちら敏将値のランキングですが、レベかけ640あるとナンバーワンいきますね。今420のリコーが一番この前出てきて貫いてきたんで、そこさらに大幅に更新するような敏将値のキャラクターになりました。いや、これちょっと、まあ、武将でいうとこの、まあ、セーランだとか、まあ、経過とかですね。まあ、セーランは副省長なんで、ステータス他に育成する場所がないんで仕方ないとして、まあ、純粋な火力でいうとポセイドンや経過みたいなステータスおバカですね。はい、知力でいうとこのアマテラスとかロキとかチョコメちゃんとか、まあ、今まで帽子と武将にはそういう筋力バカ、知力バカがいたんですが、弓将にいなかったんですよね。あ、敏将バカ来ましたね。いや、まずこれ面白そう。まあ、ただ、アポロとか、桃地丹波みたいな自分に幸運つけるキャラクターは、ステータス 20% アップとか自前でやってくるんで、まあ、そういうキャラクターとぶつかったら敏将負けはしちゃうと思います。あくまでパッシブで上がる程度なんで、まあ、幸運とかの方が敏将ドカッと上がるんで、まあ、そこら辺の幸運キャラクターの弓将にはステータス競り負ける可能性あるんで、そこは注意してください。で、三角星で HP 65% アップの命中レベかけ380、命中上げてきましたね。戦役ボスなんかの火力も分析後編動画の方で今日夜出しますんで、命中高いってことはもしかしたら戦役ボスなんかでも活躍できる可能性ありますね。はい、そして神髄共鳴スキルで敏将かける2倍分の知力値ベース防御無視攻撃カットと防止全般にやんわり硬いと。で、あとちょっとパッシブ覚醒後飛ばして、覚醒7、状態性無視 100%、はい、デバフ決めやすいキャラクターと体力レベかけ300、まあ、耐久面の要になる HP を作る体力はここで上げてきて、で、あとは敏将かける3倍の攻撃力ベース防御無視攻撃をやんわりカットする神髄共鳴スキルですね。まあ、これはよくある、あまり気にしなくていいやつ。さあ、突然ご覚醒見ていきますか。精霊覚醒。はい、まず自身が城内にいるとき、敏将値かける2倍分の知力値ベース防御無視攻撃をカットと。神髄共鳴スキルと同じく、味方全体を防止に固くするキャラクター。まあ、マーリンとかが嫌がりそうですね。はい、そして戦闘終了まで解除不可の神器と残影状態を付与。さあ、もう当たり前のように最近は、剥がれない残影ですね。もうスタノー必要ないんじゃないかっていうぐらい、みんな初期実装してますね。で、残影の方、中身、回避率プラス 60%、最新型の優秀な余計重視の残影。で、その機能を利用して、普段 40% ダメージカットなんですが、回避に成功するたび追加で 5% 硬さが増して、最大6回避ければ 30% ダメージカットが増え、70% ダメージカット機能の残影になると。はい、それプラス、神器によって攻撃力 50% の非ダメージ 65% アップ。で、状態性も 50% 上がるんですが、まあ、なんといっても神器、このダメージカット 65% が常時発動してるんで、まあ、ただでさえ 65% ダメージカットに残影でデフォルト 40% が乗っかると、まあ、常に剥がれない正誤バフや白バフなんかで 79% ダメージカットができる状態でまず場に出てきて、で、あとそこから避けに成功すれば 79% だったのが大体 89.5% まで上がるんで、まあ、約 90% ですねのダメージカットってことで、まあ、トップではありませんが硬い方ですね。かなり硬さはもうまず十分そうですね。まあ、必中キャラのオーディンとかに狙われない限りは、割と早い段階でこの解除不可の99ターンの残影のおかげで硬さ完成しそうですね。いや、こういうのが一番硬いんですよね、タワラトータとかと同じく。さあ、そして出陣時自身にメッセをつけて、エンテイちゃんの HP 上限の 40% 分のダメージカットの壁でかいっすね。で、しかもメッセージ中は非会心ダメージですね。クリティカルが飛んできた時マイナス 65% ダメージカットになるんで、まあ、さっき 89.5% って言いましたが、そこからさらにクリティカルが飛んできた時は 65% ダメージカットが走ると。なんで開幕ですね、うまく攻撃避けながら硬さ作った場合、まあ、メッセージが壊れるまでの間 96% のダメージカット機能のキャラクターになります。これはもうトップクラスです、完全に。なんで開幕がめちゃくちゃ硬いですね。まあ、ただこれメインは 96% の硬さで立ち回ってねってことではなくて、まあ、この残影っていうのが余計に
ある程度成功するまで固くならないんで、その余計の回数を稼ぐためにそれまではメッセで攻撃受け止めますよっていう狙いですね。特に火力が高くなるクリティカルダメージっていうのをメッセで受け止めますよと、その間に何回も避けてねっていうような、まあ、開幕玉壁と似た発想ですね。いや残影キャラとしてはこのお膳立て完璧ですね。いやまたスキル作る方、今回もいつものいい方の方ですね多分これ。で毎ターン行動前、知力値最高と体力値最低の味方に夢中2ターンをつけて、でさらに敏捷値最高の味方に冷血2ターンを付与、まあ、知力が高い味方の防止視力、または防止視力がいない場合には急転減量とか白濁とか、まあ、そういった防止バッファーですね、まあ、なんか目的としては弓パを組んだ時に防止のバッファーなんかを夢中に隠して長生きさせる狙いがありそうですね。白濁とか特に落ちやすいんで、で毎ターン行動前っていうのがエグすぎますね。どこぞのタンクキャラクターみたいなムーブしてますが、ちょっとまだこのキャラクターがタンクなのかアタッカーなのか読めませんね。で体力値が低い味方っていうのもやっぱり育ててない育成不十分な簡単に落ちちゃうキャラクターに夢中をつけるってことで、まあ、基本的には防止バッファーだったり弱い子なんかを守る隠す夢中ですね、まあ、夢中っていうのは範囲攻撃とオーディンみたいな復活時に道連れ反撃をしてくるような反撃キャラクター、まあ、と反射キャラクターのダメージ以外は無視することができる隠れる機能ですね。連撃なんかは夢中になると食らわなくなるんで、夢中がつくだけでかなり生存力上がるんで、まあ、弱い味方を隠すと。あれで冷血の方を敏捷値が高い弓章ですねにつけますが、まあ、これは会心率がアップした上で、冷血がついているキャラクターは挑発や長老皮肉といったタンクキャラクター特有の攻撃を引きつける機能ですね、まあ、弱い味方を守るための機能の影響を受けなくなるんで、まあ、タンクキャラクターが守りたい弱い子なんかを狙い撃ちできるようになるバフですね。まあこれただ弓章につけるって書いてありますが、弓章結構冷血持ち多いんですよね。アポロとか関東とかリコーとかあと工芸とか、まあそこら辺のキャラクターはちょっとあまりもらっても嬉しくないですね。まあ特に今弓で一番火力あるのはアポロなんで、まあ、アポロとあんまり相乗効果がないってとこですね。まあ喜ぶのはスタノーとかトークンとかそこら辺ですかね。はい、そして味方のメッセと敵の燃焼状態が解除不可。解除不可メッセですね。メッセの解除不可はロハンちゃん以来ですね。味方のメッセの解除不可は。まあ、メッセキャラクターでいうと、関東とかロハンとかスサノオ、あとトークンなんていう、まあ今弓章だと4体ですかね。結構弓章多いですね。メッセ使えるキャラクター。ロハンもスサノオも関東もメッセは剥がれないメッセなんで、今これ直接もらって嬉しいキャラクター、トークンぐらいですかね。ちょっとまだ少ないですね。メッセ剥がれなくして喜ぶキャラクター、まあ、まずは自分自身っていう感じですか。なんでで燃焼解除不可はいいですね。燃焼使うんですかねこのキャラクター。あスキル2にありますね。ちょっと利子とかが抗議に入るとき喜びそうですね。あとやっぱり燃焼っていうのは毎ターン的にダメージぶつける機能なんで、剥がされちゃうとダメージが与えきれなくなっちゃうんで、めちゃくちゃ剥がれなくしてほしいデバフなんで、これよくつきましたね。いやこれついたのもなんか分かってる感ありますねやっぱり。で自身が付与した整合状態が解除された時 50% の確率で解除を無視することができると、まあ、冷血なんかも 50% の確率で剥がれなくすることができて、あれだと味方が燃焼状態3ターン以上の敵に攻撃を当てた場合、敵の緑バフや整合バフを1個解除してその味方が火種状態に入る。ちょっとややこしいですね。まあもともと燃焼っていうのは3ターン以上だと殴るたびに燃焼の単数を1ターン消費しながら敵の緑バフや整合バフ1枚解除できるんですが、余計にもう1枚まずは解除させて、でその上で味方を火種状態にするんですね。で火種1ターンですね。いや1ターンか。はい、火種っていうのは最大10ターン作れて、まあ、攻撃力や各種ステータスそして状態状態性無視が 6% かける単数分増えるんですね。なんで一旦だと 6% だけしか増えないですね。でその代わり何回も付与された場合には単数がどんどん累積していくんで、まあこれ燃焼4ターンとかだったら4ターン3ターンと2回分ですね。燃焼の単数減らしながら生後剥がしてさらに火種の単数増やせるんで、まあ、それで2ターン確保できますが、2ターンでも 12% しか火力上がんないですもんね。まああとはこの燃焼が範囲にばらまかれてて、でしかもまあ剥がれない燃焼ではあるんで、それを利用して範囲に対してガンガン殴っていって火種単数貯めていくっていう感じですか。ちょっとコンボ難しそうですね。火力最大の10ターンまで作るの。燃焼ばらまきキャラクター、このキャラクター1体だけだと厳しそうな、もう1体ぐらい欲しくなりますね。はい、であと耐久面。自身が致命傷を受けた時、3回まで致命無視をして HP80% 回復の異常状態全解除。で、ここでまたメッセージ状態に入るんですね、復帰後。まあ、これはめちゃくちゃいいと思います。はい、メッセージ4ターンに入っておしまいと。まあ、耐久面はもう開幕残影神器でしっかり硬さもあって、まあ、致命無視欲を言えば4回欲しかったですが、まあ、メッセージの規模をしっかり作れば硬いでしょってことですね。まあ、96% ダメージカット。クリティカルに関しては防げるんで、そう簡単にはクリティカル連撃なんかで追い込まれないぞといったところですか。弓章としては、まあ、しっかり硬さもあっていいと思います。さあじゃあ攻撃面見ていきますか。はい、スキル1、最大攻撃力が高い敵4名に対して範囲攻撃ですね、 800% プラス敏捷の16倍、最大攻撃力 80% の敏捷と攻撃力のブレンド防御虫攻撃、強力なタイプの防御虫攻撃を
範囲攻撃を行った後、体力値最低の敵の弱い子ですねに対して6回集中攻撃、はい、集中攻撃って書いてあるんで、ハンニバルだとかアーサー、孫権といった長老キャラクターに攻撃が引きつけられず、弱い子を狙いに行けると、まあ、その代わりフレイヤーだとか猛角、キョイちゃんといった皮肉キャラクターには攻撃を引きつけられてしまうので注意ですね。で、毎回攻撃前、敵に毒と流血状態は毒流血ばらまきですね。はい、毒っていうのは付与することで毎ターン 3% ずつ残り HP が減ってくデバフで、しかも毒状態の時は聖護や有益バフを付与された場合でも毒の多数マイナス1ターン消耗することで付与を失敗させることができると。で、しかもそのタイミングでまた 3% のダメージぶつけられるっていう機能ですね。あと、やけどと重ね掛けすると、聖護バフを解除された時に、マイナス1ターンせずに、聖護バフを無視することができます。なんでまあ、清姫ですね。っていうキャラクターと組ませると、清姫、やけどが全然剥がれないんで、この毒カットですね、めちゃくちゃしやすくなりますね。はい、あと、流血は HP 回復ができなくなって、武将や弓将からクリティカル受ける可能性が 25% 増えるという、ちょっとした火力アップ機能もあると。っていうのを、範囲攻撃と連撃でつけていくんで、まあ、流血連撃に入ってるのは、もしタンクに攻撃受け止められた場合でも、流血つけて、そのタンクキャラクターの HP 回復を阻害するっていう目的がありそうですね。まあ、ただ、このキャラクターの流血に関しては、剥がれない流血じゃないんで、この前のシユちゃんみたいに 50% の確率で剥がれない流血を猛角みたいな致命虫系キャラクターにつけて致命虫後の回復をさせないみたいな、まあ、タンク潰しの部分はこのキャラクター自体はできなさそうですね。それできたら結構タンク潰しに良かったんですけどね。で、さらに敏捷値で勝ってる場合ダメージ倍と、はい、火力に関してはダメージ倍があって、まあ、クリティカルなんかも弓章で出しやすいし、まあ、神器なんかで火力も上がってて、あと冷血がついてるとクリ率 15% 上がるんで、まあ、最悪自分に冷血つけてクリ率 40% アップで連撃すれば、まあ、クリティカルとダメージ倍のダブル火力アップの状態で連撃も持ってけるんで、そこまで持ってけば真ん中の上の方か、まあ、上位クラスまで入ってくる可能性ありますね。最大攻撃力、はい、これ攻撃力ベース防御無視攻撃も最大攻撃力を参照してるんで、まあ、常に自分の持ってる攻撃の中で一番強い攻撃力ベース防御無視攻撃が飛ばせるんで、またインフレの波を激しく突破するようなぶっ壊れ火力ではありませんが、上の方行ってくれそうな感じはしますね。これまた分析前編動画の方で他の副将と火力比較グラフで分かりやすく説明していきますね。はい、で、最後攻撃後味方6名にライカと聖護抵抗を4ターン付与と、はい、ライカに関しては敏捷値 ×3.5 倍の攻撃力ベース防御無視攻撃にやんわり味方を強くして、で、抵抗に関しては非範囲攻撃ですね、連撃、まあ連撃だと思ってもらって OK です、に対して 25% のダメージカット機能を味方全体につけるんですね。味方全体連撃に強くするのはめちゃくちゃいいですね。いや、いいキャラだな。また小賢しいいい塩梅のキャラクター調整で入れてきましたね。全然ぶっ壊れではないですが、厄介なキャラが1体追加されたっていう感じですか。火力そこそこのバフ阻害、回復阻害から味方を連撃から守る、プラス夢中にも隠すと、で、最後自分の HP を総ダメージ 35% 回復しておしまい。スキルに見ていきますか。スキルには HP パーセンテージが低い敵4名に対して 800% の攻撃と敏捷値 ×20 倍の防御無視攻撃、スキルには敏捷ダメージだけですね。で、残り HP パーセンテージが低い敵に6回追加攻撃ということで、スキル1と同じく範囲攻撃からの連撃キャラクター、まあ、HP パーセンテージが低い敵を狙うので攻撃力ベース防御無視攻撃なくても追い込んで落とせるでしょうと。ちょっとこれ火力敏捷値 ×20 倍はまずまずですが、まあ、せっかく神器キャラクターとしては神器で攻撃力上がってるんで攻撃力ベース防御無視攻撃入れてほしかったですね。あと集中攻撃じゃなくなってるんで、まあ、パッシブの冷血自分につけてないと長老キャラクターのアーサーだとか猛角なんかに引きつけられちゃう可能性があると。で、弓将武将のタンクに攻撃ダメージあんまり出せないんで、いや、しかもこのキャラクター反射耐性が、まあ、メッセでちょっとカバーできるぐらいでそんなに強いわけでもないんで、反射で落ちちゃうのが心配ですかね。ちょっと回復の仕方もここ一番最後また HP を総ダメージ 35% 回復なんで、まあ、全部の攻撃が終わった後やっと回復が走るんで、それまでに反射でやられちゃう可能性ちょっとまずは心配ですね。で、毎回攻撃前敵に毒状態を付与と、またスキル2でも毒また付与しに行くんですね。ロキの弓章版みたいな感じになってますね。毒キャラクターとしてはロキの方が開幕毒ばらまきがあったりして毒ばらまくプロフェッショナルなんで、ちょっとそこと競り合うのは策としては良くない気がしますね、私的には。で、自身敏捷値が敵に勝ってれば各クリティカルが乗っかって火力アップしますが、で、あと攻撃後敵に燃焼状態を4ターン付与することができると。いや、なんでこのスキル2に関しては、まあ多分範囲攻撃と連撃どちらにも燃焼機能あるんで、燃焼をつけながら敵を殴りまくることができるんで、まあ燃焼っていうのはダメージ効果が2つあって、ほっといても毎ターン
燃焼をつけた時のダメージの 50% のダメージをぶつけられるっていう機能、まあ、100のダメージぶつけたとしたら次の敵のターンに50のダメージを追加で時間差でぶつけることができる機能があったり、あとは3ターン以上の燃焼の場合には攻撃を当てるたびに燃焼のターン数を1ターン減らすことで、まあ、その 50% のダメージですね、一旦遅れてくるはずの 50% のダメージを前借りしてそのタイミングで追加で乗せることができるっていう機能になってます。でしかもこの燃焼の追加のこの 50% のダメージですねに関しては生後援護だとか神器なんかでカットすることができずすり抜けるんでタンクに大ダメージぶつけられるんですね。なんでタンクキラーの連撃パターンが燃焼連撃になるんですが、おそらくこのキャラクター燃焼連撃ができますね。ちょっと反射がやっぱりそうなると怖いですが、タンク落とすって意味では落としてくれそうな雰囲気があります。でまたこの連撃に燃焼があることで、燃焼っていうのは殴るたびにマイナス1ターンすることで生後や緑バフ1枚剥がしますが、その3ターンになった瞬間また次の連撃で4ターンの燃焼を張り直すんで、ずっと4ターンの燃焼でマイナス1ターンは走って生後バフは剥がすんですが、すぐにまた4ターンに復帰するんで生後剥がし連撃になりますね。でしかもこのキャラクターが場にいる限り、さっきの燃焼3ターン以上だともう1枚さらにセゴバフ剥がすんで燃焼2枚剥がし連撃の上で、でしかもそのタイミングで火種のターン数が1ターンずつ増えてくんで、このスキル2の連撃に関しては、まあ、範囲攻撃からの6回攻撃なんで敵タンクに対しては7回攻撃狙えるって考えると火種6ターンここで作れそうですね。殴りながら火種のターン数がどんどん増えていって、まあ、6ターンだとしたら攻撃力 36% アップ、ステータスも 36% アップ、状態状態性無視も 36% アップで 100% の状態状態性無視もあるんで、さらに 136% とかの状態状態性無視になりますね。なんでこの連撃に関しては攻撃しながら敏捷ダメージちょっとずつ増えてきますね、ステータスが上がって。まあとは言っても、まあ、敏捷地連撃トップのキャラクターにはいかなさそうな気がしますね。まあ注目すべきは同じ燃焼連撃キャラクターのトークンとどっちが火力高くなるかですね。これは分析前編動画の方でグラフ見ながら比較していきましょう。まあここで燃焼ばらまけるんで味方も火種にできますね。そこがこのキャラクターのいいとこですね。で全ての攻撃後味方6名に金符を付与して敏捷地 ×2.5 倍の敏捷ダメージカット、あ弓章に固くする弓章珍しいですねを4ターン付与すると、で最後総ダメージ 35% 回復しておしまいということで、まあ普通に強いです。でまた一応弓章との絡み、まあ、弓章に冷血つけるって機能ありますが、そこまで、まあ、アポロなんかがこの冷血そんなに喜ばないんで別にまあ弓パ作らなきゃっていうような感じでもなさそうなところもいいですね。ちょっと最近弓パに偏りすぎてるんで、まあ、絶対に弓パじゃなきゃっていうようなキャラクターじゃなく、まあ、燃焼なんかもばらまいておけば別に弓章じゃないキャラクターも火種にできるんで、弓パにこだわらないちゃんといろんな職業の副将ちゃんを強化できるタイプの弓章として出てきたんで、気にはめちゃくちゃ組み込みやすいですね。ちょっと燃焼キャラクターもう1体ぐらいないと味方の火種化が難しそうなんで、まあ、デッキに燃焼キャラクターですね。まあ燃焼はやっぱり一番は清姫ですかね。清姫やけどもばらまきますからね。まああとこのキャラクターの場合毒が別に剥がれない毒じゃないので、まあロキと組ませると剥がれない毒になりますが、だったらロキでいいかってなっちゃいますよね、毒目線だと。まあ清姫ロキでちょっと完成してるんですよね、やけど毒は。まあ弓バージョンの清姫みたいなのが出てくることをちょっと期待しますか。まああとはちょっとシナジー薄いですが、オーディンも敵にやけどつけるんでやけど毒そこで作れますが、まあやっぱり剥がれちゃうっていうのが毒だと何より残念なとこなんで、まあパシブ自身が付与した聖護と罪悪も解除無視入れてほしかったですね。まあ硬さは十分で、味方に対するサポート機能もしっかりあり、なおかつ火力も普通にこれ多分強いんで、まあキャラとしては十分強いですね。まあただどのデッキに入れるのってなった時にめちゃくちゃ悩むキャラクターですね。私もどのサーバーで登用しようか今めちゃくちゃ悩んでます。ちょっと清姫がいるサーバーで無理して登用するか、いや無理して清姫と組ませるっていう感じでもなさそうなんですよね、毒が剥がれちゃうんで。まあでもやっぱりこのキャラクターの場合優先すべきは火種ですね。状態にするために燃焼がばらまけるキャラクター、まあトークンだとか李氏、帰国氏、あとリクソンとか小使命とか、また分析後編動画で全部燃焼キャラクター列挙しますが、まあ少なくともデッキに1体はすでに燃焼キャラクターがいる人向けですね。このキャラクターだけだとちょっと足りないですね、燃焼が。あとしてまあ万人が絶対取るべき副将ちゃんではなさそうです。火種コンボ決まったところで火力めちゃくちゃ上がるわけでもないですからね。まあただまた運営さんいいバランスのキャラクター出してきたなという印象ですね。いい高さで強いしデッキシナジーもあるし、また楽しいデッキができそうだなっていう印象で、第一印象としては必須級のキャラではないですが、コンボが決まると楽しそうな副将ですねという感じで、まあデッキに燃焼キャラクターが 2,3 体いたり、あとスタノーデッキで弓パ作ってるけどまだ弓章が足りない人だとか、まああとあんまりそこまで強くおすすめしませんが、ロキや清姫なんかでコンボ作ってる人向けっていうとこですか。またコメント欄なんかでこんなデッキにどうっていうのをね書いていただけると嬉しいです。これまだ私も投用してないエアプー状態なんで、まあ、この後実際に投用して挙動確認したり戦わせてみたりして評価がガラッと変わるかもしれないので、1日お付き合いいただけると嬉しいです。まあいいキャラクターですね。まあこういうシナジーキャラクターは腐りづらいんで、まあどんどん増やしてほしいですね。
いろんなデッキができて面白いと思います。はい、そして最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。はい、それでは。